こんにちは、写真家の山口明弘です。さて、今回のラジオ日々を積むはまたゲスト会になります。今回も写真家をお呼びしています。この方も結構長い付き合いになるので、なかなかね、ラジオというよりも電話で話しているような感じのテンションになってしまって、おそらく今ここでこうやって案内をしているこのトーンよりもだいぶ僕の声もテンションが高いです。そして二人とも喋るのが早いので、なかなかどんどんエキサイティングしてくるような感じです。まあ第1回目の今回は割と落ち着いている方かなと思います。はい、というわけで、今回のゲストは写真家増田沙羅さんです。それではお聞きください。どうぞ。はい、いつも撮っているラジオ日々を積むのゲスト会で、はい、今日は自分の家を飛び出してある場所に来ています。はい、で今日は写真家の増田沙羅さんをゲストに迎えて、いろいろ長い付き合いでもあるんでお話できたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、増田沙羅です。写真家、映像作家やってます。よろしくお願いします。はい、沙羅ちゃんです。です。まあね、自分の僕の投稿をインスタグラムで見てる人は、時々シェアしてるから、見たことある人は、ね、いると思うし、まあ写真界隈だったらもう有名人。いやそんなことないって。でしょ、有名人でしょ。いやだから割ともう、今高校生大学生ぐらいの人だと結構知ってる人は多いんじゃないのかなと思う。そうだったら嬉しいなと思うけど実際わかんないです。じゃあこれ呼び方普段通りサラちゃんで、もちろん行かせていただきます。はい、サラちゃんは実際あれかな、出会いのところから少し遡って話すと面白いかなと思うんだけれど、私が18の時、今23になる年なんですけど、年だから、あれは5年前。5年前なんだ。5年前、じゃあ5年の付き合いってことなんだね。そうですね、5年前か。展示の時に確か、そう私が高校卒業するタイミングでエクランに沈むっていう展示をやろうとしたタイミングで、その作る内容を悩んでいる時に山口さんに出会うタイミングがあり、カフェでね。そうだで話した時にすごくなんか、あんま思い出せないけど、すごいこの人面白い、何か絶対関わりたいって思った記憶だけはあって、関わりたい、俺が関わったんだけどね。展示にね、どちらかっていうとね。だからそれこそあれですよね、一緒に作ってくれませんかって会った日に言うっていう。そうなんかいろいろ悩んでて、でそこでこれをやるにはどうしたらいいのか、あれを作るにはどうしたらいいのかで、ここで頼んだらいいよとか、こうしたらみたいなアイデアをいろいろ喋るみたいな感じで、でっていうのが多分一番初めの出会い。そうですね、出会いですよね。いや、そう考えるとだいぶあれですよね、活躍がすごい。だいぶ山口さんのおかげですよ。いや俺何もしてないです。いや、そんなに何もしてないんで。具体的なことかは置いといて、なんか私が生きていく上で人間性を生きる生きるいや、なんか18から今のまでのこの5年間ってすごく変化があった5年間。そうだね、いや大変そうだったもんね。で今でも大変だと思うけど、そうですね。15で写真でやって、そこから3年も好きなことをひたすらやり続けて、どういう風になりたいのかっていう、とにかく出会いをした時期、で18から今後どう生きるみたいなタイミングで山口さんと出会ってなんか見えないものを結構私的にはいっぱいもらっ
った感覚があります。あ、なるほど、すげえ、なんだろう、すごい接待されてる気持ちになる。本当に冗談じゃなく、私が人生で一番尊敬してるのは山口さんなんですよ。あ、怖い怖い。これはでも常に言ってるじゃないですか。それは怖いな。いや、でもそれはありがたいと思う、半分ありがたいと思いつつ怖いところもあって。なんで？実際その5年間での成長著しいわけで、持ってます。いやいや、そうでしょ、そうでしょ、すごいいろんな、あの、まあ、なんだろう、作品を、展示もそうだし、仕事という意味でもいろんなものをこう表現していっているわけで、で、なんだろう、時々ほらこう、どういうふうに考えたらいいですかとか、なんかね、その場当たり的な質問じゃなくって、なんだろうな、この回答変なこと答えたらまずいだろうなみたいな質問を投げてくるじゃない。そのタイミングで変なこと言えないよね。だから、一瞬俺大体その質問された時に結構悩む、まあね、あの、溜めてると思うんだよね。ちょっといろいろこれどうなのあれどうなのって聞いたりして、他の情報をもらった後にちゃんと返さないとって思ってはいるんですよ。ありがたい。やべえなと思って気やすくなんか適当なことは言えないなと思って、ドキドキするよね。でもなんかその答えを教えるんじゃなくて、答えなんて結局ない問いをしてるから、大体、なんか生き方みたいなところとか、もっちょい写真っていう漠然とした概念だったりの話で悩むというか、なんだろうな、少し見えなくなった時に話すことが多いので、なんとなく、なんだろうな、問いに対して少しだけ見える問いで返してくるんですよ。あ、なるほど。そう、やっぱそうしないと。余白が絶対あるんですよね、そこに。例えば、写真以外で何が好きなのとか、あ、はいはいはい、そう、何を撮ればいいか悩んでるっていう時に、逆に何が好きなの、写真以外で、その先に何かあるんじゃないのみたいな、まあ、そうそう、会話があったじゃないですか。うん、その時分からなかったことを2年後の自分が答えを出してたりするっていうのが、この5年でめちゃくちゃあったんですよね。それで、その考え方が今の自分の結構ベースになってるところがあるから、一番尊敬している人っていうのを思ってて、なんかね、社会的な偉人とかいっぱいいると思うけど、そういうことじゃなくて、自分の人生にすごくいい問いを与えてくれる方、与えてくれる方。怖いな、その、まあ、ありがとうございます。はい、第1回目はこんな形になりました。聞いていただいてありがとうございます。いやー、なんかサラちゃんにやたらと褒められる回で、なかなかね、ドキドキしてしまうんですが。ただ、あの、本編でも言いましたが、サラちゃんとかからね、あの、相談を受けた時に、まあ、なるべく自分の考えて答えないようにね、相手のサラちゃん自身の思考力が働くようにやっぱり返したいなとは思いますよね。まあ、サラちゃんに限ったことではなく、もしかしたらこれは基本的に誰であってもそうであってほしいというふうに僕は思っているところがあります。まあ、あとちょっとこれは本編関係ないんですけど、ラジオ全体で、あの、録音した時に、あの、マイクがちょっと遠かったみたいで、少し音が、あの、聞きにくいかなっていうところがあるかもしれません。はい、まあ、ちょっとそこを我慢して聞いていただけたら嬉しいです。はい、まあ、今回はこんなところで終わろうと思います。聞いていただいてありがとうございました。それではまた。